今回は小樽の商店街の面白い建物なんかを紹介します派手なんですけれどもアメリカ雑貨屋さんでございますこれ売り物件なので私なんか借りて仕事がしたいですこれ私の好きな屋根から窓が入っているパターンこちらもそうですオブジェも素敵ですね小町湯といって銭湯なんですけれどもこの中身がですね木製の下駄箱体重計 マッサージチェアもうミスター昭和の戦闘でございますバイクや自転車のえ修理ですね縦窓横窓っていうね珍しいこのガラス窓を見てください8個に割れてますこれ商店なんですけれどもよーく見ると小旗ではなくタバコだったっていうお話ですで修理中なんですけれども屋根から石が ニョキッと出ていると万年筆屋なので書体がシンプルですねで中央市場飲食街っていう飲食店とあ市場が混ざっているビルですねこんな感じで床の緑ファンタジーな色です踊り場そんな感じでねありがとうございました